キリンとは、細菌の性繊網や繊毛を構成する繊維タンパク質の一種である。細菌の性繊網は、接合による細菌固体間での遺伝物質の交換で使われる。繊毛は、性繊毛より短く、細胞の付着機構に関わる。すべての細菌が、性繊網と繊毛のどちらかを必ずしも持つわけでは、ないが、普通、病原細菌は繊毛を有しており、 宿主細胞への付着に利用する。グラム陰性細菌の場合、一般的に生鮮毛を有しており、個々のピリンは非共有結合のタンパク質間相互作用でつながり生鮮毛を構成する。対してグラム陽性細菌の生鮮毛はピリンの重合体であり、共有結合でつながっている。ピリンの多くはアルファベータタンパク質であり、 N 末端の非常に長いアルファヘリックスで特徴付けられている。ピリンがうまく組み立てられて、生鮮網となるかどうかは、個々のピリン単量体の N 末端のアルファヘリックスの相互作用に依存する。生鮮網は、外側を逆平行 β シートで覆われ、内部では中心の一つの穴を囲む繊維の中央にあるヘリックスを隔離する構造となっている。ピリン単量体から、どのように、 生鮮毛が組み立てられるのか、その詳細の機構は明らかになってないが、ピリンのいくつかのタイプは、シャペロンタンパク質であり、特定のアミノ酸が、生鮮毛の形成の際に必要とされる。グラム陽性細菌の生鮮毛は、イソペプチド結合によって、自発的に形成される。この結合は、ピリンタンパク質の機械的なタンパク質分解に対する安定性を高める。 可能連鎖球菌、ストレプタコッカスパイオジェニーズのピリンタンパク質は2つのフラグメントに切断され、イソペプタグと呼ばれる分子に変化する。イソペプタグは目的のタンパク質に接着し、自発的にイソペプチド結合を形成することでそのタンパク質と結合することができる短いペプチドである。このペプチドを用いることで目的のタンパク質を標的にして、 共有結合で管理することが可能となる。最近は、形質転換を行うことで、隣接した細胞から DNA を受け取り、相動組み換えによってその DNA を、自身のゲノムに取り込むことができる。髄膜炎菌、ネースセリアメニンジャイトディーズでは、形質転換には、DNA 共有体のコーディング領域に9から10、塩基調の DNA 取り込み配列が必要である。 ダスの特異的な認識は頬型ピリンであるコンプによって媒介される。髄膜炎菌の頬型性専毛は繊維表面に露出していると考えられている。電子陽性の領域を経由して、コンプを介して DNA と結合する。コンプはダスに選択的に優先的に結合する。N、メニンジャイトディーズゲノムのダスの分布は特定の遺伝子の取り込みを促進するようになっている。 おそらくゲノムの維持と修復に関与する遺伝子に偏っていることが示唆されている。ピリン線具体分解酵素とは、方型ピリン線具体を基質とするタンパク質分解酵素の一つである。この酵素は、方型ピリン線具体の N 末端にある5から8、残機のリーダーペプチドにおけるグリシンマイナスフェニルアラニン間の結合を切断し、この N 末端を除去し、さらに S、アデノシルエルメチオニンを メチル元の供給元として、線具体の新しい N 末端網の元をメチル化する。この酵素は多くの細菌の表面に存在する。フォーガタピリン線具体は、病原性のグラム陰性細菌の多くで、一般的な分泌経路に不可欠な成分である。プソイドモナスアエルギの差由来においてこの酵素は、フォーガタ性線毛の生合成と、 細胞外タンパク質の分泌の決定因子である。これらの機能のほかピリンセング体及びピリンセング体用タンパク質は、広範囲の細菌で共通して見られ、方型繊毛の形成、他の個体への遺伝子導入、及びバイオフィルム形成に必要とされる。ピリンセング体分解酵素は、他のタンパク質分解酵素と異なり、日本、グサリアスパラギン酸分解酵素ファミリーの、 代表的構想である。ありがとうございます。